ホールジー・ストリート駅は、ブルックリンクとクイーンズ区の境にあたるホールジー・ストリート・ワイコフ・アベニュー交差点にある、ニューヨーク市地下鉄 BMT カナーシー線の駅である。終日 L 系統が停車する。ホールジー・ストリート駅は1928年7月14日に、カナーシー線が当時広格間の生誕だった。 ブロードウェイジアイクション駅からモントローズアベニュー駅まで延伸されたのに合わせて開業した。南広ーム壁面のモザイク相対式ホーム2面2線の駅である。一般的にブルックリンクの駅として扱われるが、北広ホーム全体と南行ホーム東端はクイーンズ区内に入っている。南北ホームはずれて配置され、北広ホームは南広ホームよりも若干東に寄っている。 駅には開業当時のモザイクが残っている。改札はすべてホーム会に位置し、南北ホームで分離され改札内にホーム間連絡通路はない。西端に終日営業の改札があり、北港ホームからはワイコフアベニュー、ジョージストリート交差点北西に、南港ホームからはホールジーストリート、ワイコフアベニュー交差点の南西に出る。また、東端には無人改札があり、 北高ホームからは、ノーマンストリート、ワイコフアベニュー交差点北西に、南高ホームからは、コバートストリート、ワイコフアベニュー交差点南西に出る。ホールジーの発音は、H, ルッツィーであるが、この綴りの性を持つ著名なアメリカ海軍元帥、ウィリアム・ホールジー・ジュニアが日本語では、関連上ウィリアム・ハルゼイ・ジュニアと呼ばれることから、ハルゼイストリートと書かれる場合もある。 ありがとうございます。